アンテロープはイギリス海軍の21型フリゲート、フォークランド戦争で沈没した。フォークランド紛争には近代化改層が施される前に投入されているため、結果的にエグゾセを装備しない唯一の21型となった。戦備から見たアンテロープ1971年3月23日、ボスパーソーニクロフトのサウザンプトンの造船所で寄港され、 1972年3月16日、浸水。1975年7月19日に、収益した。1977年、アンテロープは、エリザベス2世の退官25周年を祝う、観艦式に第7フリーゲート戦隊の一員として、参加した。1982年5月21日、アンテロープは、作戦海域に到着して、 フォークランド紛争に参加した。1982年5月23日、2日前に確保された共闘法を保護するため、サンカルロス湾の入り口で防空任務についていたアンテロープは、アルゼンチン空軍の第5航空軍に所属する A-4、B スカイホーク4機の攻撃を受けた。最初の2機のスカイホークは、戦備方向から飛来した。変態長期は、 アンテロープが発射したシーキャットサムが欲火で爆発したため攻撃を中止して離脱した。操縦していたパブロ・カーバイ隊員は損傷した機体をいたわりリ,リオがジェンゴス空軍基地に帰投することに成功した。両機が登壇した先本の爆弾はアンテロープの右辺に着弾したが不発弾だった。この着弾により乗員1名が死亡した。スカイホークは 対空砲火によって損害を受けた。残りの2機のスカイホークは数分後に右舷方向から攻撃を行った。ルチアーのグアデニニー注意の操縦する1機は2 0ト、mm、ル機関砲の射撃を受けてアンテロープのレーダーマストに衝突した。グアデニニー注意は死亡し、搭載していた爆弾は艦が外反を貫通したが爆発しなかった。アンテロープは 5期目の攻撃機と思われた機体に、対してもシーキャットサムを発射したが、それはカーバイ大移の機体だった。このミサイルは命中しなかったが、大移の機体のコックピットから10メートル未満のところを通過した。初期のダメージコントロールの努力により、より安全な海域に交代したアンテロープは、陸軍工兵隊の2人の爆弾処理技術者を上官させて、 2発の不発弾の新汗を除去しようとした。一発は残骸のためアクセスできず、もう一発は損害を受けて、特に危険な状態にあると考えられた。爆弾処理班は遠隔手段で不発弾の新汗を除去しようとしたが、3回の試みは失敗した。小型の爆発物を使った4回目の試みにより、不発弾は爆発。 作業に当たっていたジェームズ・プレスコット軍曹が死亡し、フィリップス下級順位が重傷を負った。アンテロープは爆発により、外反が喫水線からファンネルまでこじ開けられ、両原の機関室で発生した火災は艦内に非常に早く広がった。艦内の全電力を喪失したため、ニック・トービン艦長は総員体艦を指示した。艦長が最後に艦を離れ、 そのおよそ5分後にミサイル弾薬庫が爆発し始めた。揚陸艦、フィアレスに搭載されていた LCVP マーク2が41名のクルーを救助し、艇長のアラン・ホワイト海兵隊後長は艦隊司令官のサージョン・フィールドハウス提督から表彰を受けた。フォックストロット7は1986年にポーツマスのイギリス海兵隊博物館へ寄贈され、2001年に 修復されて展示されている。アンテロープの爆発は一晩中続き、翌日、船体は浮かんでいたが、キールが折れ、上部構造物はねじれ溶けた金属の山となっており、その日打ちに半分に折れて沈没した。アンテロープの終焉の映像や写真は、フォークランド紛争の象徴的なイメージの一つとなり、繰り返し引用されている。年月日、 23型、フリーゲートモントローズから潜水したダイビングチームにより、アンテロープの海軍機が交換された。アンテロープの残骸は、フォークランド諸島の沈没船に関する法の保護下にあり、立ち入り禁止区域に指定されている。ありがとうございます。